釣り堀の一例とは、人工的に水面を区画もしくは造成し、魚を放流した上で、客が料金を払い、誰でも釣りが楽しめるようにした場所のことである。娯楽を目的とし、手軽に釣りを楽しむことができる。繁華街などには、室内にしつらえた釣り堀もある。スポーツフィッシングとしての趣向が強い釣り堀は、管理釣り場と呼ばれることもある。すでにある故障。 河川、海の一定範囲を区画、もしくは人工的に池を造成した上でその中から、魚が流出しないようにし、訪れた客に釣りをさせる場所が釣り堀である。海に作られる場合には、養殖などで用いられる池巣を用い、その周りから釣ることになる。このような海の釣り堀を特に海上釣り堀ということがある。釣った魚に関しては、 キャッチリリースをしなければならない場所、持ち帰りができる場所、調理をしてもらえる場所、買い取って持ち帰ることができる場所、あるいは買い取らなければならない定めとなっている場所など、営業形態によって様々であり、それに応じて料金も様々である。釣り堀の起源は明らかでないが、江戸時代、文化、文政の頃に、本所、深川などに鯉、船、ボラなどの釣り堀があった。 その後流行と共に贅沢になり、金銀をはめた竿を用い、席を設け、剣府の布団などを用い、主廃を傾けながら釣るようになった。やがて時代の変化と共に一つの博打と化し、超過に応じて、金銭を還元する方式に変化していき博打釣りを、本釣り、そうでないものを、楽釣りと呼ばれたものの、都知事によって本釣りは廃止されが釣りのみが残され、 現在に至っている。海に設置された釣り堀のことである。波のない、静かな湾内に、一辺10から15メートルのイカダを、浮かべ、水中に深さ10メートル前後の網を、張り消す状態にして、その中に、海水魚を放流し、釣り人は、その放流された魚を釣る。養殖用のイケスの縁に足場をつけたものが主流で、あるが、 一部陸上に設置されたプール上の池巣に海水を引き込み魚を放流しているところや利便性向上のため陸続きになっている店舗もある。福井県の若沢に沿岸、関西の三重県南部、和歌山県中期、兵庫県家島諸島、大阪南部、瀬戸内地方の広島県や香川県、熊本県の天草諸島などには多くの施設があるが、関東地方には 房総半島、伊豆半島に数件ある程度で、西日本を中心に発達したジャンルの釣りである。釣り堀の中でも、スポーツフィッシング、ゲームフィッシング的思考が強いものを、管理釣り場と呼んでいる。民間事業者や漁業協同組合など各種団体が、管理運営し、各種用職業を放流している。ニジマスを中心とした、酒マス魚類を対象とした管理釣り場、 ヘラブナやコイなどを中心とした管理釣り場がある。施設によっては、飲食店、バーベキュー場、キャンプ場などの設備を併設している場所もある。管理されているフィールドは、池タイプと渓流に分類される。酒マス魚類が放流されている管理釣り場では、原則キャッチリリースのスポーツフィッシングであり、ルアーフィッシングとフライフィッシングを楽しむための釣り場が多い。しかし、 こうした管理釣り場の中にも、餌釣りや天から釣りができる場所があったり、魚の持ち帰りができる釣り場もある。ニジマスを放流している釣り場が多い。ブラウントラウトブルックトラウト、広報サーモンなどの外来種や、岩のヤマメイトウなど、日本古来の種を放流している釣り場もある。近年は、F1 と呼ばれる、ケマス魚類の一種交配した、養殖魚を放流されている釣り場もある。 また、ブラックバスや星鈴木などを放流している管理釣り場も、ある。ありがとうございます。